こんにちは、城東区長の東です。本日の城東チャンネルは、新型コロナウイルス感染症が流行している状況下におけます災害時の自宅避難についてです。区民の皆様方は、これまで災害時の避難先として小学校、中学校を中心とすることをお知らせしてきました。しかしながら、避難所が多くの避難者を受け入れることになった場合、密閉、密集、密接のいわゆる3密の状態になることが想定されます。特に新型コロナウイルスをはじめとする感染症の危険が高まる点に注意が必要です。また環境の変化によって避難された方が体調を崩す場合もあります。災害が迫っている緊急の場合や、ご自宅に留まっていることが危険な場合は、ご自身やご家族の方々の安全確保の観点から開設している避難所に躊躇なく避難していただかなければなりません。しかし、すでに安全な場所にいる人まで避難所に行く必要はありません。普段からハザードマップ等で、どんな災害でどの程度なら自宅に留まることが可能なのか、あるいは親戚、知人宅への避難が可能かを検討していくことが重要です。その際には、避難物資の供給が後ろ回しになることも考えられますことから、1週間程度の食料や生活用品などの備蓄をしておきましょう。有効なワクチンの開発に至るまで、新型コロナウイルスの収束についてはまだまだ先の見えない状況が続きます。災害発生時に被害を最小限に抑えるとともに、新型コロナウイルスなどの感染症拡大防止のため、区民の皆様お一人お一人が災害への備えをしておいていただきたいと思います。次回も城東チャンネルのご視聴をよろしくお願いします。